ない状態っていうのがもう耐えれんくて、どうせスト6は喋らへんのに、you
マジで何も出んもんな。勢いでしか戦ってないもん。全然技術で戦ってない。勢いでしか戦ってない。オッペンハイマーね。オッペンハイマーは結構なんか事前に入れなあかん知識が多いっていうのがなんか結構しんどそうな印象があるけど、インパクトガードできてるってことは確定してないからインパクトガードする。ああ。同じ人としか当たらへん。
サッカーはマジ打たない方がいい。打っちゃうんだよね。なんなんこの重さマジで。あ、ダイパ。そんなはずだ。あ、押しちゃった。ちょ、なんでこんな重いんやろ。何が重いん。重い。あっ、ああ、1170あったのにな。Yeah.
シベリアばっかりやん。そんで同じ人全部ホンダが悪いよ。ホンダ使うべきじゃなかったか。まあでもなんかみんながわざわざホンダの対策なんかせえへんっていうのもなんかわからんでもないよな。よっぽど大会で当たるとかじゃない限りホンダの対策ってせえへんよな。でもさ、やっぱり それでマスターに行けるっていうんやったらさ、やっぱホンダでマスターに行っとかないと他のキャラで行かれへん。
けしてくるような人と何回も当てんだよな。いやボタンは押してんねんけどな、間に合ってないよな。嫌いなんやなって思うわ、なんかみんなほんまそんなに嫌いなって思うわ。あ、お前はそんなことない。俺そんななんかワンパターンじゃないと思うねんけどな。あんな初手のやられ方見たことないな。相当怒ってんな。
ずい。お友達がスト6やってて共有で見せられて知ったかりになってきた。やっぱやってる人が増えてんねんな。百貫パニカン、もう百貫パニカン無理かもしれん。カリーマンさんの配信に行くしかね。モダンも救ってくれんの？でもな、俺ほんま人の配信行かへんねんよな。3月ホロメンの配信以外で見たのって石井プロのエルデンリングだけな気がする。それ以外みんなホロメンの配信ばっかりな気がする。モザクライゼンに立ち回りが終わりすぎてしょうがないじゃんね。今正直真剣にスト6真剣にやれてるかって言ってやれてないもん。じゃあその代わりにやってる APEX は上達してんのかって言うと APEX も全然上達してないし、配信してない時と触ったりはしてるんですか？配信してない時はほぼ毎日触ってない。エペックスとスト6は ほぼほぼ毎日触ってた。またエペックスとスト6をどっちをよりやってたかっていうとエペックスの方がやってた。石井プロまだマノンなんじゃない？最近エルデンリングしか石井プロの配信してないから分からんのよね。最近格ゲー系の人の配信全然見てないな。もうズブズブホロ沼にハマってるからさ。
どんな刺さり方やねん。最近は白灰合わせで2人やってたけど、その2人は別に普段見てない人やから、うん、そのスト6やってるからって言って別に特段見たりはせんかったし、なんか単純に話が聞きたいのよな。しかしこのひどいマッチやな。ガイルとブランカをさ、その認定戦だけやったけど、なんかプラチナスタートになるの分からん、知らんかったから、もっと下からやりたかったんよな。インパクトボタンちぎる。何だよな、なんかやっぱインパクト押しちゃうのよな。インパクトをなんかガード代わりみたいな感じで打っちゃうのよな。危ない、当たる。ああ、いやー、嫁取ったのにな。こんなんでも位置抜けされるのがもうやばいよな。ほんまにみんな本田嫌いやねんな。